はい、こんにちは、116ウィンズです。今回はマリナーズのプロスペクトについて話していきたいと思うんですけれども、以前挙げた動画で現在マリナーズがたくさんのトッププロスペクトを抱えているというお話をしたと思うんですけれども、まあ、そちらの動画まだご覧になっていない方は概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思うんですけれども、現在ですね、マリナーズは MLB 全プロスペクトのトップ100にだいたい5人ぐらいランクインするようなプロスペクトを抱えているんですね。ジェレッド・ケレニック、フリオ・ロドリゲス、ローガン・ギルバート、エヴァン・ホワイト、そしてジョージ・カービーと5人ぐらいいるんですけれども、まあ、ここに加えてさらに将来的にはトップ100に入るであろうノエル・ビ・マーテですとか、あとは今年のドラフトで指名したエマーソン・ハンコクなど、まあ、非常にですね、たくさんのトッププロスペクトが現在チームにいる状況なんですね。なので私のようなファンはもう黄金期が近いとすごい楽しみにしているんですけれども、実はマリナーズにこれだけのトッププロスペクトが集結するのは初めてのことではないんですね。2012年にもたくさんのトッププロスペクトが集結していた時期がありまして、非常に黄金期が近いとワクワクしたものなんですけれども、ただこの時はうまくいかずに黄金時代っていうのは気づけなかったんですね。なので今回の動画では当時のトッププロスペクトたちを振り返りながら、なぜうまくいかなかったのかっていうところを話していきたいなと思っております。はい、ではまず一人目はダスティン・アクリですね。アクリに関しては最近何度か紹介しているので皆さんご存知かもしれないんですけれども、まあ、この2012年の時点ではすでにデビューをしていたので厳密にはプロスペクトではないんですけれども、11年開幕時点のプロスペクトランキングではベースボールアメリカで全体12位、ベースボールプロスペクタス全体25位と、まあ、非常に高い評価を受けていた選手なんですね。まあ、それもそのはずで2009年全体2位という非常に高い順位でドラフトを受けている選手でして、で2011年にデビューを果たして本当にセンセーショナルなデビューを飾ったんですね。打率2割7分3厘、OPS7 割6分6厘と、投手有利なセーフコフィールドを本拠地としながら、新人のセカンドとしてこれだけ打てる選手が出てくるなんて、当時のマリナーズでは考えられないことでしたので、本当にですね、アクリに関してはスーパースターになってほしいと誰もが思っていましたし、なるものだと誰もが思っていましたね。ただアクリに関しては2012年に初めてのフルシーズンでつまずいてしまって、でどうも自信を失ってしまったみたいなんですね。これは確か G アスレチックの記事で確か答えていたことなんですけれども、失敗を積み重ねるたびにどんどん深みにはまってしまって、なかなか抜け出せなかったと本人も語っていましたので、そこがアクリのキャリアが誰もが思い描いていたようなキャリアにならなかった原因なのかもしれませんね。もちろん彼自身だけではなくて、彼を救うことのできなかった当時のマリナーズのスタッフたちにも多少の責任はあるとは思うんですけれども、ただマリナーズとしては全体に指名を使って球団の命運をかけた選手が失敗してしまったっていうのは非常に痛かったですね。はい、でここからが当時のプロスペクトランキングに入っていた選手たちですね。まず一人目、ナンバーワンはヘススモンテロですね。モンテロは2012年開幕時点でベースボールアメリカ全体6位、MLB.com 全体12位、そしてベースボールプロスペクタス全体7位と、球界の中でも本当にトッププロスペクトと呼べるような存在の選手だったんですけれども、そんなモンテロをマリナーズは2011年のオフにマイケル・ピネダとのトレードで獲得することができたんですね。当時のモンテロはキャッチャーながら本当にバッティングの良い選手として評判でして、でマリナーズもこの当時は得点力不足にかなり悩まされていた時期でしたので、モンテロという若くて打てる選手が来てくれたっていうのは非常に嬉しかったですね。ただキャッチャーではあったものの、ちょっと守備に関してはかなり疑問符がつく選手ではありましたので、まあ、ずっとキャッチャーに残れるかはちょっと微妙なラインではあったんですけれども、ただ少なくともモンテロレベルのバッティングがあれば DH として十分やっていけるだろうという評価が当時は多かった記憶がありますね。ただ残念ながら現実はそう甘くなくてですね、2012年にマリナーズで初めてのフルシーズンを過ごしたモンテロだったんですけれども、15本のホームランは放ったものの打率2割6分で OPS も6割8分5厘と、ちょっと期待値を下回るような成績を残しまして、でさらに守備面ではちょっとメジャーリーグのキャッチャーとしては失格レベルの守備を見せていましたので、この時点でキャッチャーとして残る未来はなかったですね。でさらに本人のメイクアップ資質という部分にもちょっと問題がありまして、2013年には薬物使用で出場停止処分を食らってますし、また2014年のスプリングトレーニングでは球団が設定した体重を大幅に上回った状態でキャンプインして球団首脳陣が激怒するという場面もありましたし、またその年の8月のマイナーの試合ではスタンドで騒ぎを起こすなど、まあ、非常にですねちょっと問題が多かった選手でしたね。
順当にいけば今でもメジャーリーグの DH としては少なくとも活躍できたであろう選手だったとは思うんですけれども、そういった部分で選手としての価値を傷つけてしまって、結局2015年以降はメジャーの試合に出場はしていませんので、ちょっとですね、かなり残念なプロスペクトでしたね。本当にモンテロはかなり期待していたので、プロスペクトとして失敗してしまったっていうのは、残念でなりませんね。はい、続いてナンバー2は台湾ウォーカーですね。2012年開幕前の時点でベースボールアメリカ全体20位、 MLB.com 全体18位、そしてベースボールプロスペクタス全体14位の評価を受けていた右投手ですね。ウォーカーは2010年全体43位指名でマリナーズに入団した選手でして、で高卒で入団したんですけれども、高校時代はどちらかというとバスケットボールをメインにプレーしていた選手でして、野球の経験は浅かったんですね。ただ高校最終年でピッチャーをやらせたところ、いきなり90マイルを投げまして、でさらに体格もピッチャーにぴったりということで、そういった潜在能力を評価されての指名を受けました。で実際プロ入りしたウォーカーは90マイル後半のストレートと、さらに変化球も平均以上ということで、どんどん評価を上げまして、将来的にはエース級に成長するだろうと言われるぐらいの選手にはなったんですけれども、ただウォーカーに関しては、怪我も結構ありまして、2013年にはメジャーデビューを果たして、でそこから先発ローテーションにも定着したんですけれども、皆が思い描いていたようなエースとまではいきませんでしたね。また当時のウォーカーのプロスペクトとしての評価がポテンシャル先行の評価でしたので、思ったほど投手としての完成度が高くならなかったという点も、また彼がエース級になれなかった理由かもしれませんね。その後ウォーカーはダイヤモンドバックスでトレードされて、でトミージョン手術を受けたこともあって、昨年ダイヤモンドバックスからノンテンダーをされてしまって、で FA として再びマリナーズに帰ってくることとなりました。まだ年齢も20代後半と若いので、ぜひですね、また頑張ってほしいなと思いますね。はい、続いてナンバー3はダニー・ハルツェンですね。2012年開幕前の時点で、ベースボールアメリカ全体21位、MLB.com 全体16位、そしてベースボールプロスペクタス全体35位の左投手ですね。ハルツェンは2011年全体2位指名でマリナーズに入団した選手でして、非常に完成度が高かったということもあって、即戦力の先発投手として高い期待を寄せられていた選手ですね。実際 AAA まではかなり順調に昇格していったハルツェンなんですけれども、 AAA の初先発で3回5失点と、ちょっと壁に当たってしまって、でハルツェン自身非常に責任感のある投手でしたので、全体に指名に見合った投手にならなければならないと本人自身かなり思っていたようなので、ハードな練習もかなりこなして、でその結果として体に疲労が溜まって投球フォームを見失って、結果として怪我をしてしまうんですね。よりにもよって肩を怪我してしまいまして、その結果複数回の手術を受けることになって、マリナーズではメジャーで一度も登板することなく退団することになってしまったんですね。これはチームとしても相当痛かったですね。最初に紹介したアクリーも全体に指名ながら失敗してしまった話はありましたけれども、ハルツェンに至っては一度もメジャーに上がれなかったので、この失敗はマリナーズとしてはかなりダメージが大きかったですね。特にその後の指名でトレバー・バウアーですとか、あとはブレイク・スネルなど、オールスター級のピッチャーも結構いましたので、その中でメジャーで一度も登板できなかったハルツェンを指名してしまったのはチームとしてはかなりの痛手でしたね。でちなみにハルツェンはマリナーズを退団した後もリハビリを続けまして、球速も戻ってきたタイミングでカウスとのマイナー契約を勝ち取って、ついにですね、昨年メジャーデビューを果たすことができたんですね。ハルツェンに関しては怪我が全ての原因でしたので、事故のようなものだとも思うんですけれども、ただその事故が全体2位指名という指名を使った選手に対して起きてしまったというのが、本当にマリナーズにとっては不幸でならないですね。続いてナンバー4はジェームス・パクストンですね。2012年の開幕前の時点でベースボールアメリカ全体52位、MLB.com 全体77位、そしてベースボールプロスペクタス全体59位の左投手ですね。パクストンは2010年4巡目指名でマリナーズに入団しているんですけれども、この前の年2009年も実はトロントブルージェイズから1巡目補完ラウンドで指名を受けているほどの選手なんですね。ただブルージェイズとは契約せずに、その後独立リーグに進んで、ちょっとそこで評価を落としてしまったんですけれども、結果的にマリナーズは4巡目で彼を指名して、で、獲得することができたので、マリナーズとしては非常にラッキーでしたね。で、パクストンは左投手ながら圧倒的な球威の持ち主でして、それこそマリナーズで言えばかつてのランディ・ジョンソンを彷彿とさせるような選手だったわけですけれども、ただなかなか制球に難がありまして、ちょっと正直先発投手として残っていけるかは、私自身も疑問なところはありましたね。ただパクストンは徐々に制球を改善させていきまして、今回紹介する選手の中では唯一期待以上の成長を見せまして、エース格に成長してくれましたね。
ただこれだけトッププロスペクトと呼べるような存在がいながら、結局パクストンしか当たりがいなかったという点が全てですね。はい、そして最後に紹介するのがナンバー5ニック・フランクリンですね。フランクリンはプロスペクトとしての評価がちょっと分かれる選手でして、2012年の時点では MLB.com 全体52位、ただベースボールアメリカとベースボールプロスペクタスにはランクインはせずに、その前の年2011年の時点ではベースボールアメリカ53位、ベースボールプロスペクタス44位に入っていた選手ですね。フランクリンは二遊間の選手ながらパワーとスピードを兼ね揃えた選手でして、スーパースターとはいかなくともレギュラーとしてはかなりいい選手になるのではないかと期待されていた選手だったんですね。で、実際2013年にメジャーデビューを果たして102試合で12本のホームランと2桁ホームランも記録しましたので、二遊間の選手としてのパワーは申し分なかったと思いますね。ただちょっと三振が多かったというところと、それから打撃にムラがあるということで、まだまだ時間がかかりそうな選手という印象でしたね。で、この当時のマリナーズというチームも、ジャック・ズレンシック GM が2008年のオフに就任してから、チームとしての成果はほとんど上げられていない状態でしたので、ちょっと勝ちに行かなければならないという焦りもおそらくあったと思うんですね。その結果として2013年のオフにマリナーズはロビンソン・カノーと10年契約を結んで、フランクリンは完全に余剰戦力になってしまうんですね。そのため2014年のシーズン中にオースティン・ジャクソンを獲得する際にフランクリンはレイズへトレードされることになりまして、で、その後メジャーリーガーとしてはあまりパッとしないという状態が続いていますね。フランクリンに関しては本当にデビューの時期が良くなかったという印象がありまして、カノーの獲得自体はマリナーズとしては正解だったと思いますけれども、もっと長い目でフランクリンを見ていれば彼のキャリアも違うものになっていたかもしれませんね。ということで、これだけのトッププロスペクトが集結したにもかかわらず、マリナーズはほとんど勝率5割を上回ることなく、2016年の終わりまでにはパクストン以外は全員退団してしまうことになってしまったんですね。さすがに2008年2010年と3年間で2回100敗以上記録していたような時期から比べればそこは出したとは思うんですけれども、それでもちょっと黄金期とは到底言い難いような成績でしたね。なのでここから生かすべき反省としては、まずは怪我をしないこと、これはコントロールできない部分も多いとは思うんですけれども、やはり怪我をしてしまうと選手のポテンシャルっていうのは制限されてしまいますので、何よりも怪我をしないことがやはり大事ですね。それから資質に問題のある選手を極力回避すること、モンテロのケースのようにポテンシャルはありながらも本人の資質でポテンシャルが発揮できないということもありますので、やはりメイクアップという部分は非常に重要なんですね。ただこの点に関しては現在のトッププロスペクトであるケレニックやロドリゲスについては本当にメイクアップも評価されている選手たちですので、その点はあまり心配ないかもしれませんね。そして最後に長い目で見ること、アクリやハルセンのように高い期待を寄せられた結果プレッシャーに負けてしまうという選手も当然いるとは思いますので、すぐに諦めたりせずに長い目で見てあげることもやはり大事だと思いますね。この2012年の世代の選手たちは残念ながらマリナーズの黄金期を築くことはできなかったんですけれども、現在のマリナーズのトッププロスペクトの彼らにはぜひですね、今度こそマリナーズの黄金期を築いてほしいなと思います。本当にマリナーズファンは強いマリナーズを再び見ることを待ち望んでいますし、今のトッププロスペクトの彼らにはその力があると思いますので、楽しみにしたいなと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。